ごい曇ってる。保津川下り。あったった。まだなんだよね。9時だから。9時からだから。ちょっと早く着きすぎました。いい天気やね。15年以上やってるんですけど、この前初めて見ましたね。お団子買いました。はい、おでん。星の山とほら。あ、これ。これ昨日僕が夜来てスプレーしたんです。はい、それではね、着戦バトルとなりました。今日はね、皆さん短いお時間でしたけど、お付き合い本当にどうもありがとうございました。言うといてください。こんな無事ついたら久しぶりやったって。Thank you.
あ、そうなんや。豆腐のタレ、ごまだれと醤油欲しい。天ぷら。そばちゃん。旅行生いっぱい。すごい綺麗。なんかね、暖かいけど全然この長袖でちょうどいい。風が冷たいから嵐山くんだよ。抹茶。モデルさんみたいやん。ドーナツ着きました。ドーナツ食べる人は美味しい？美味しい。あ、コーヒー美味しい。美味しい。まあ食べれるかな。なんで後ろの髪の毛そんなちょんってなってんの。ほら、マスカットのやつ、アイスラテ着きました。ペブリカは おしゃれじゃん。どうぞ。わーお。さあ、いい、ただいま。あ、すごい、ヨギボーがある。おしゃれ。テレビでかっ。わっ、なんということでしょう。
露天風呂が、そしてサウナが、すごい部屋にサウナついてますよ。わあ、贅沢。おしゃれだね。おしゃれだね。え？うわ、なんかすごいおしゃれ。こんなんあって。ここはワンの洗面所。トイレ開けて、トイレ。トイレ。トイレもあるよ。あ、綺麗だね。うん。こんなに。外に出るの一回。ね。うん。レストランだったね、ちゃんと。すごい敷地が。全部広いね。お、なんかおしゃれ。おー、おー、すごい、ね、いじまっちゃん、お肉が来ました。美味しそう。綺麗な器。ステーキは口に残ってるし。食べれる？さっきのお肉の味で。ギリいけたもん。ギリいけたん。すごいな。シルコンと。アイス買ってきた。今から食べる。すごい綺麗。なんかこういうなんていうんやろ、このエスプレッソマシンみたいなやつで、コーヒーをパパが入れてくれます。めっちゃおしゃれね。お、いけるかな？シューだよ。お、いきそう。よーい、3、2、1、ゴー！ちょうどよかったかも。大きく見える。音、音。楽しい？ブランブラン楽しい？ブランブラン。
コスモス園に来ましたよ。すごい。うん。すごい。いいなあ。あのマツコの肩周りだね。かわいい。すごい綺麗なグラデーション。美味しそう。お昼ご飯を食べて近くの出雲大神宮っていうところに行こうとしたんですけど、ちょっと息子が車乗ってもすぐ寝ちゃったので、私一人だけでちょっと行くことになりました。ちょっと坂が坂なんですけど、あ、見えてきました。鳥居が見えてきた。あ、そっか、11月もうちょっとで七五三やからね、それでお参りの人もおるんかな。うさぎちゃん、なんかなでなで出てます。メメメ